ビッグバンプロモーション、格闘技イベント、ビッグバン統一への道その48。2024年3月10日、日曜日東京、後楽園ホール。下向き黒三角第12試合メインイベント第2試合ミドル級王座決定戦3分 3R 延長 1R ビッグバンルール。黒丸大輝、ハリケーンジム、ビッグバンウェルター級王者、判定0の3、28から 30×2。 28から29。丸高木覚醒、リキックス、ミドル級、高木が新王者に、ホト、強いニアゾン、高木が新王者に、母親の腰にベルトを巻いた、大輝は地下格闘技やアクン、オールジャパンキックボクシングネットワーク、で試合を重ね、プロ3戦目で元 MA 日本ミドル級王者、井原博之を判定で下してアクン王者に。 昨年4月に野村大地を破ってビッグバンウェルター級王座を獲得。前回は昨年12月に体重超過の上、畠山隼人に判定負け。2連敗を喫し、不良キャラは封印すると語りつつも、ミヤゾンに似ている、と芸人でタレントのミヤゾンに顔が似ていると高木を挑発した。対する高木は、戦績19戦11勝、3KO、7敗1分け。 前回は昨年12月に藤村大輔と対戦。藤村が偶然のバッティングで出血してドクターストックとなり、2R までの最低となったが判定勝利した。1R、サウスポー構への大輝は右フックを軽く振り回す。高木は右ミドルキック、ローキックと蹴りを散らす。大輝は動きながら右アッパー、左のパンチを放つ。 圧力をかける高木は強烈なローキックでダメージを与える。大木は飛び膝蹴りで反撃。さらにボディブローをヒットさせる。2R、高木はローキックを出しながら前へ出ると、ミドルキック、ボディ打ちをまとめる。下がる大木はノーモーションの右、左ボディと繋げる。高木は三日月蹴り、ローキックとダメージを与え、一気に畳みかける。大木はカウンターのパンチ。 飛び膝蹴りも単発で終わる。3R やや押され気味の大樹は右の強打左ボディ打内へつなげる高木は規制を発しながらローキックミドルキック膝蹴りをたたみかける大樹は失速し高木のボディ打内に苦しむことに最後まで大樹は攻撃をするも高木の勢いを止めることはできなかった判定は3対0で高木が勝者となった 新王者となった高木は勝利マイクで、たくさんの応援ありがとうございました。応援がなかったら、練習を乗り越えられなかったです。これからも守りに入らず、強い相手と戦って価値を上げたいと思います。と挨拶し、母親とツーショット写真に収まった。